こんにちは、エンジャーです。今回のテーマはコイルのコア材の基本特性です。前回の動画ではコア材の種類について解説しましたが、今回はそのコア材の基本性能を表す飽和時速密度、欠損、透磁率、キュリー温度、磁配のそれぞれの概要について解説します。これらの特性はコア材などの磁性体の基本的な性質を表すもので、コイルを設計あるいは選定する上で非常に重要となります。用語だけ見ると難しく感じてしまいがちですが、それぞれの意味を分かりやすく解説するので、ぜひ最後までご覧ください。では参りましょう。まずは飽和時速密度から順に見ていきます。飽和時速密度は磁性体がどれほど多くの磁束を取り込むことができるかを表すもので、単位はテスラやミリテスラで表されます。この飽和時速密度は各元素ごとに決まっており、代表的なものとしては鉄が 2.1 テスラ、コバルトが 1.8 テスラ、ニッケルが 0.6 テスラとなります。一般的にコイルのコア材として使用される磁性体は合金であるため、これらの元素が組み合わさっており、例えば鉄とケイ素の合金の電磁鋼板は飽和時速密度が 2.0 テスラ、鉄とニッケルの合金のアーマドリは組成によって 1.5 テスラや 0.8 テスラとなります。コイルの設計においては飽和時速密度が高いほど大きな電流が流れても磁気的な性質を維持することができ、反対にこの飽和時速密度よりも高い磁束が発生するとコイルが飽和してしまい磁気的な性質を失ってしまいます。ちなみに世の中には様々な金属合金がありますが、それぞれの磁気的な性質はスレーターポーリング曲線によって理論値が算出されており、この曲線によると鉄とコバルトの合金が最も飽和時速密度が高いとされているようです。続いては鉄損です。鉄損は名前の通り磁気的な性質による損失を表すもので、単位はワットで表されます。鉄損に関してはコイルの損失に関する動画で解説しているので、詳しくはそちらを参照いただきたいのですが、この鉄損にはその損失の要因となるものが3つあり、それぞれヒステリス損失、渦電流損失、残留損失と呼ばれています。このうちヒステリス損失と渦電流損失はコイルの発熱の主たる要因となるもので、ヒステリス損失はヒステリス曲線の面積に応じて、渦電流損失はコア材の導電率に応じてそれぞれ損失が大きくなります。磁性体ごとにこれらの損失の大きさは異なりますが、いずれにしてもこれらの損失の総量がコア材の鉄損ということになります。では次は透磁率です。透磁率は多くの場合真空の透磁率と比較した非透磁率として表され、非透磁率は空気と比較してどの程度磁束を取り込みやすいかを表す係数となります。単位はあまり目にする機会はありませんが、ヘンリーパーメートルで表されます。透磁率はコイルのインダクタンスに直結する特性で、透磁率が高いほどインダクタンスが高くなります。一方で透磁率が高いほどその分だけ多くの磁束を取り込むということで、小さな電流でもコア材内部の磁束密度が高くなり、ある一定以上の電流がかかると飽和時速密度に達して非透磁率が1、つまり空気と同じ性質になってしまいます。そのためコイルの設計においては動作電流をもとに飽和時速密度と透磁率のそれぞれのバランスを取る必要があり、
コイルのデータシートにはその性質が DC バイアス特性として表されています。ちなみに DC バイアス特性はコイルを選ぶ上で非常に重要な特性ですが、今回はコア材を中心にお話ししているので別の機会にまた詳しく解説したいと思います。では続いてキュリー温度です。キュリー温度はコア材が離生体としての性質を何度まで維持することができるかを表すもので、コア材がキュリー温度に達すると飽和時速密度に達した時と同じように離生体としての性質を失ってしまいます。このキュリー温度はデータシート上では TC イコール何度といった形で規定されていますが、それ以前に多くのコア材は飽和時速密度や当時率に温度依存性があり、キュリー温度以下の状態であってもそれぞれ特性が低下し始めます。そのため実際に使用するときにはその低下度合いが許容範囲に収まる温度で使用する必要があります。ちなみにコイルの動作時には周囲温度に加えてコイルの電線の発熱、コア材のペストンによる発熱が加わるため、コイル設計においてはキュリー温度に対してある程度マージンを見て材料を選定する必要があります。では最後の地割です。地割はコイルに電流が流れた時にコア材が物理的に変形する性質を表したもので、いわゆるコイル鳴きと呼ばれる現象はこの地割による振動が原因となっています。コア材内部の離生体粒子は電流が流れていない状態では様々な方向を向いていますが、コイルに電流が流れて磁化していく過程の中で粒子の形が変形し、交流の電流が加えられた場合にはその変形が周期的に繰り返されることで空気が振動し音として人間の耳に届きます。地割は磁性体の持つ性質であるためゼロにすることはできませんが、コイルとしての対策方法はいくつか存在します。コイル鳴きの対策方法は TDK のウェブサイトに発生原因とともにまとめられているので、興味のある方はチェックしてみてください。ということで今回のまとめです。今回はコア材の基本特性として飽和時速密度、鉄損、透示率、キュリー温度、地割について解説しました。それぞれのコア材ごとにこれらの特性に対して得て不得てがあり、用途に合わせて適切なコア材を選定することがコイル設計においては非常に重要となります。また既製品のコイルを選ぶ場合にもコア材ごとの特徴がある程度頭に入っていれば、用途ごとに適切なコイルを選びやすくなるので、まずはこれらの基本特性がどのような意味かをきちんと理解しておくと良いかと思います。ちなみにコイルの設計方法に関してはトロイダルコイルになりますが、以前動画で解説しているので興味のある方はそちらの動画もチェックしてみてください。今回は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。